はい、じゃあゲームイズヘイナダルです。はい、皆さんこんにちは、しおです。だけで、ヘイムダル忘れてはいけません。中心化で来ましたので、早速使っていこうかなと思います。これ撮る前に、なんならね、もうすでに忘れましたから今日終わりっすよねっつったら、あ、いや、まだヘイムダルがあります忘れられてましたけど、まあまあ、もう当たり前なのかのようにね、インテル消してますけども、貫通バランス神族とアビリティが、超アンチウィンドウ、アンチ魔法陣、マフジ、EL ついております。全てサビ SS がパワーアップと雷メテオ、発弾の16ターン、友情コンボが超強貫通ミング18と超メテオ、うん、はい、もうかつてない速さですよこれ、うん、地合いは持っておりません、はい、まあでもやっぱローレと一緒でこのメテオのおかげでね、このホミキューをたまに倒してくれるっていうのはいいところですね、うん、それでやって、うん、フォーミングをしっかり通ると、うん、なんでまあこれぐらいの数だったら結構気にしないで、もう友情拾いに行っちゃっていいかな。そりゃゾンビはいなくなるよ、うん、そうね、ゾンビ引き殺されてますねほんと、かすったら死んでますもんねだからこいつどこで使ってもでしょうねってしか出てこないと思う、うんうん、キラー対象でしか使わないじゃんこんなの絶対いやでしょうね、いやもうそうなるよね、ほんと武蔵進化みたいな火力出してるもん、うん、理解不能な火力出してますね。2体になろうがならまいがね、このホミキューがいようがいまいがズドンと、はい、ちょっと通りすがりのホーミングさんがめっちゃ削ってますからね、うん、これやばそう、どうか、やばいやばいやばい、通りすがりのホーミングさんがやばい、いやー尖ったね尖ったね本当にミンドワ本陣、ミンドワ法人ってどうなんだろうね、ミンドワ法人は本当に、うん、確かにな、 AGB がなくなってる、片方いたな、そんなのそんな片方いたな。でもこれ AGB ついてたらマジ強かったよ壊れてましたよね本当に。 AGB ついたら、うん、ヤマトとかに謝ってほしいもん。そしたらここできました。まあここね、棒ギャップしてるといえど、いやこんなんオアでしょ。ヘイムダルの火力があったらやば、それを感じさせない、打たないでいいもんこれ。1段階目で持ってくんじゃないですか。1段階目で打ってみるか。フォーミング拾わないでもうなんか突っ込むだけで死にそう、うん、どっちだ、こっちか、こっちか、フォーミングだけ拾わないように、大丈夫、さあちょっと1段階目、ああさすがになんだね。いやでもまあめどうなんだろうね、もう今、うん、上に当たってなかったからまあそうですね、 それはありますけど、ちょっと2段階目食べたいです。2段階目確かに食べるか、うん、ボスに打ちたいの、食べれるかな、地雷痛いけど結構、行く容赦なく攻撃してきたな、しまれよ割と容赦なかったっすね、容赦なかったのに、今久々あのクロスレーザーめっちゃ痛いと思った。確かにあれめっちゃ痛いわ、地味な光で、いやこれ踏むわ、うっす、マジでね特攻あるのみで、ここでまあまあまあ生かしてくれるでしょ、ちょっとさ、うん、出ますね。で打てるのがピロさんのヘミダルか、2体巻き込みはきつそうですね、位置的に引っかかりそうだね、ちょっとさすがってなると、あ、帰ってこれんか、さすが帰ってこれないですね、これは多分。いや、でかい、それやってくれた、ワンチャンあるか、ちょっと拾うのは仕方ないとして、いきます、よし、何回目、最初だ、当たった、いや強っ、あ、いやもう一瞬の出来事しすぎて何も分かんなかったけど、いや2段階目の目とだいぶ違う、これ2段階目、今右上300ぐらい出たんですよね、300、340ぐらい出たのかな、あ、まあホーミングもちょっと入っちゃってるのかな、100万ぐらい分かってた気がしますけどね。そうだよね、当然だよね、ちょっとでも倍率下がったらそれに3倍かかってくるわけですから、うん、なるほど、まあね、あと中国とかでは使ってみた動画もね、うん、使って、それこそもう
やばいだろうね、あそこね、モマ法人でね、キラーもあって、まあ、ただあのロボに乗んないっていうのがね、ちょっとあれなところ、あと獣か、25個は乗んないと思うけど、まあ不動明王、まあでも最初にやっぱ思いつくよね、魔族っていうと不動明王とかが、まあこの辺はボコられていくだろうな、本当に、まあ、実質魔法人のみ、うん、ウィンド魔法人っていうね、まあキラーの代償ですね、キラーの代償、EL の代償、3倍ですからね、だからもうこれでちょっと見ても仕方ない部分が本当にあるんで、ね、うん、いやこれもう別キャラです、うん、でもこのトカリカナって意外とハマってこないんですよね、ずっと結構いるんですけど、なんだかんだそうなんだよね、なんかキラーでね、もともとキラーで有名だったやつも、うん、キラーで尖っては中心化結構ねしてるけど、うん、まあでもこいつの攻撃力ありき、キラーのと3倍の攻撃力ありきのクエスト作っちゃうと他がねもう無理になっちゃうからね、そういうのがあってちょっと寄せられないのかもね、うん、まあ、究極とかはたまに一本入れとくと殲滅早いですよみたいなのあるけど、うん、あとまあちょっと尖ってるところが一方通行すぎてその潰しやすい、めっちゃ、うん、本意気を出さなきゃいい話だしないとね、うん、そう、でも逆に言うとハマった時はやばいっすよね、うん、ハマった時はやばい、でも頼光見てあげてくださいよ頼光だっけ、頼朝、頼光だよね、頼光だっけ、源頼光、あのなんかあれあの、うん、ね、まあそこ闇だけどね、そう、いつもね、まあちょっともらってますけど、うん、まあこいつもらった方だよね、うん、まあ法人ブロックこいつ確かにね、当たった時でかいから、うん、めっちゃ強いじゃん、当たった時でかいけど、こいつですらね、そんなに、いやそうなんだよね、出てきないっていうぐらいだから、で EL 持ってたらもう属性関係なく結構連れていくじゃないですか、うん、まあ、まさに控えてみだし、うん、まあ、貫通ってのは大きいですけどね、やっぱりね、当たりやすいもんね、うん、ハッター目でも大きいし、だけどまあ使われてないんでそういうことでしょう、うん、本当だからちょっとどうなるかね、あ本当に、うん、現状いけるとこは割と変だな、マジでノマのイメージしかない、ノマク、当時のノマク、ノマゾ君とこイメージしか出ないな、間違いない、ノールックで弾ける、それが叩けば終わるみたいなありましたよね、あった、うん、その時にしてたら天下取ってたと思う、天下取ってたな、これはさすがに、玉木ちゃんみんな抜いたと思う、うん、まあ、それこそちょっとキングクロッチでね、キャラがなんかソロとかで勝ち点多く積んでる人とかは、うん、こっち積んだりとかあるかもしれんけど、うん、うんって感じですね、どっちも取れの場が強いからね、うん、圧倒的に究極はね、まあ超絶に関してはダメようだから、うん、はい、うん、なんでヘイブダーね、皆さんも忘れてなかったわっていう人はコメント欄でここで強かった、助けてくださいお願いします、いやでもほんとギャルローンのイラストにめっちゃ似てますねっていう人は確かにちゃんとくお願いします、では今回もゲームラジオ5からお会いしたヘイナダルでした、終了でした、ご視聴ありがとうございました。